ピエール・ポール・ブローカは、フランスの内科医、外科医、解剖学者、人類学者。ジロンド県、サント・フォア・ラグランド出身。彼にちなんで名付けられた、前頭幼虫の一領域ブローカヤの研究で最も知られる。ブローカヤは、発話能力を司る。失語症を患った患者が、大脳皮質差全部の特定の領域に障害を有していたことが彼の研究により、 明らかになった。これは、脳機能が極在していることの最初の解剖学的、証明である。ブローカの研究は、形質人類学の発展にも資するところがあり、人体測定学を発展させた。ピエール・ポール・ブローカは、町医者で一時は、下界として、ナポレオンに仕えていたバンジャマン・ブローカの息子として、フランスジロンド県、 サントフォアラグランドで1824年6月28日に生まれた。ブローカの母はプロテスタントの説教師の娘であった。ブローカは故郷の町で初等教育を受け16歳で学士号を授与された。彼はパリの医学校に17歳で入学して20歳で卒業したが当時医学を学ぶ人々は早くとも20歳頃に 医学を学び始めるのが通例であった。卒業後彼は、最初にオピータール・ジュミリーで、泌尿器会、皮膚会のフィリップ・リコール、1843年に、ベセトラで、フランスはルーレというように豊富なインターンシップを経た。1844年には意外な解剖学者、下界、ピエール・ニコラス・ジェルディの下でインターンを受けることができた。ジェルディの下で過ごして2年後、ブローカーは、 彼の助手となった。1848年には、ブローカは、チャールズ・ダーウィンの理論に同調する自由思想家の教会を設立した。ブローカは、非常に進化の思想全般に、眼下されており、私は堕落した、アダムの子であるよりもむしろ変異した、ルイ・ジンザルでありたいと、ある時宣言した。このため彼と教会との間で摩擦が生じ、 教会から若者を大敗させる破壊的な唯物論者とみなされた。彼は生涯を通じて教会から敵意を持たれ、教会の権威との間に直接、間接に無数の対立が生じた。1848年には、ブローカはパリ大学医学部の解剖係となったが、これは史上最年少でのこの職務への就任であった。彼は解剖学会の初期にも就任した。 1849年には、彼は、医学博士号を授与された。1859年に、エティエンヌ・ユジェーヌ・ワザム、シャルル・ピエール・デ・ノンビリエ、フランソワ・アンティム・ユジェーヌ・ホラン、そして、アルフレー・アルマン・ルイ・マリー・ベルポーラと共に、ヨーロッパで、初めて催眠術を外科的麻酔として用いた実験を、行った。1853年には、ブローカーは、プログとなり、 病院の外科医に就任した。1867年には医学部の外面病理学教室の座長となり、その2年後には臨床外科の教授となった。1868年には国民医学アカデミーのメンバーとなり、臨床外科教室の座長にもなった。この後彼は死ぬまでこの地位にあった。彼はオピータールストリート・アントワーヌ・オピータールデラ・サルペトリア。 ザ・ホテル・デ・クリンクウェス、オピー・タール・ネッケルといった病院に勤めた。医学的活動と並行して、ブローカは人類学に対する関心をも追求した。1859年、彼はパリ人類学会を創設した。彼は1862年以降この学会の初期の任に就いた。さらに彼は1872年には、 レビューディアンソロポロジー氏を創刊して1876年には人類学学校を創設した。教会はフランスにおける人類学の発展に反対し、1876年には人類学学校における教授を辞めさせようというキャンペーンを行った。ポール・ブローカは晩年には元老院の就寝議員に選ばれた。彼はアカデミー・フランの会員にもなり、その他、 フランス及び海外の多くの学術機関から名誉学位を授与された。ブローカは1880年7月9日に脳出血により56歳で死んだ。彼の二人の子供はいずれも医科学の教授として有名になった。ブローカの初期の科学的研究は骨及び軟骨の組織学を対象としていたが、腫瘍病理、動脈瘤の両方。 乳児死亡率なども研究していた。彼が最も関心を持っていたことの一つは脳の比較解剖学であった。彼は神経解剖学者として大脳変遍系を呼び急脳の理解に大きく貢献した。嗅覚は彼にとって動物性の現れであった。彼は当時のフランスで変異として知られた生物の進化に関して後半に著述した。その後半生において ブローカは公衆衛生及び公教育に関する著述を行った。彼は貧困者の公衆衛生に関する議論に関わり、アシスタンスプブレイクにおける重要人物となった。彼は婦人教育や婦人教育の教会からの分離をも衝動した。婦人教育の管理を続けようとした有名なローマカトリックのオルデアン司教フェリックス・ドゥパン・デープに対して彼は、 反対したのである。ブローカが専門知識を有した主な領域の一つは脳の比較解剖学である。言語能力の極材に関する彼の研究によって脳機能の左右分化という全く新しい研究が導かれた。ポール・ブローカ・ブローカは脳の前頭葉を払う後ろ側に位置する発生を司る領域の発見で最も有名である。彼は 失語症患者の研究によって、この発見にたどり着いた。ブローカは、この研究を知性的攻撃とそれに続く挑戦から始めた。まず、フランツ・ヨゼフ・ガルが非常に有名な骨相学の理論と脳機能極材論を唱えたが、ピエール・フルーランに反論された。彼は、脳の様々な領域を慎重に切除する実験を行い、ガルの仮説を反証したと主張した。 それに対して、ガルのかつての弟子ジャン・バティスト VO が、納期の曲在説を誤示し続けたが、最終的には、骨相学の学説の多くを放棄した。VO は、当時の専門家に、言語障害だけが起こった、前頭葉損傷の症例を見つけて、自分を反駁してみろと挑んだ。彼の義理の息子エルネスト・オーベルタンがこの理論を、 証明あるいは反証できる患者を探し、理論を支持する症例をいくつか発見した。ブローカのパリ人類学会は、オーベルタンを含む何人かの脳解剖学の専門家が加入して、機能極在論争の新たな戦場となった。これら専門家のほとんどは、フルーランの主張を支持していたが、オーベルタンは彼らの主張を攻撃する新しい症例を提示し続けた。しかし、 オーベルタンではなく、ブローカこそが最終的に脳機能局在説を確立した。1861年にベセドラホスピタルにて21年間進行性の言語障害と麻痺を患っているが、理解能力や心的機能には障害のないルボルニュという患者のことをブローカは聞きつけた。彼はタンとしかはっきり発音できなかったため、タンと、あだなされていた。 その後まもなく、ルボルニュが死んだため、ブローカは冒険を行った。予想通りルボルニュは、大脳左半球の前頭葉に障害を負っていたと、ブローカは確定した。ルボルニュの言語障害と自動症がかなり進行していたことから、言語活動に重要な領域は、左前頭葉の外側溝に隣接する第三脳界にあると決定される。その後2年間で、 ブローカは1 2以上の症例から発生能力の極在説を支持する冒険的証拠を発見し続けた。歴史はこの発見をブローカに介しているが別のフランスの神経学者マルクダックスが先行して同様の知見を得ていた。しかし彼はそれをさらに推し進める機会を得ずにすぐに死んでしまった。今日、ブローカの扱った失語症患者のうちの多くの脳が デュピートラン博物館に所蔵されており、彼の異型のコレクションはデルマー・オルフィラルビエール解剖学博物館に所蔵されている。ブローカは1861年にルボルニュノに関する研究を解剖学会の会放で発表した。ブローカやや全東洋の左下側に隣接する領域に障害を負った患者は臨床的にはしばしば運動性質語と診断される。 この種の失語症はしばしば発話機能の減損を伴い、感覚性失語と対比される。感覚性失語は、左側頭葉のより、後くらいの障害という特徴を持ち、しばしば言語理解能力の減損によって、特徴を付けられる。ブローカははじめイシドールジョフロア・サン・イレール、アントワー・ヌ・ウェティエン・ヌレイノオーギュスタン・セレ、ジャン・ルイ・アルマンド・キャトル・ファジド・ブローラの著作を通じて、人類学に親しみ、 すぐに人類学が彼の修正の関心事となった。彼は多くの時間を自身の設立した人類学会で過ごし、頭蓋骨や骨を研究した。この点でブローカは形質人類学の草分けと言える。彼は様々な種類の計測器具や測定基準を新しく作り出して頭骨人体測定学を発展させた。ブローカは 霊長類の比較解剖学にも大きく貢献した。彼は脳の解剖学的特徴と知性のような心的能力との関係に関心を抱いた。彼は多くの同時大臣と同様に人間の知的性質は脳の大きさによって測定できると考えていた。ブローカは一般人類学、形質人類学、民族学、その他の関連分野に関して およそ223の論文を表した。彼は1859年にパリ人類学会を設立し、1872年にレビュー D ・アントロポロギーを創刊し、1876年にパリ人類学校を創設した。ブローカヤとブローカヤの障害により起こることの発見により、言語処理、発話、言語了解に関する理解に革命が起きた。 ブローカはルボルに及び彼に続く12の症例によって科学的に問題を解決したことで機能極在論争において主導的な役割を果たした。彼の研究により他の人々が他の様々な機能の極在を特にウェルニッケアを発見した。ブローカやに障害が起きると喫音症や発話執行といった他の言語障害が併発することが新たな研究により示されている。 ブローカーや弁外部は、室温症患者で健常者より、小さいが三角部は健常者と変わらないことが、近年の解剖学の神経画像処理の研究によりわかっている。彼は、図外学で用いる計測器具を20以上発明しても、おり、測定手続きの標準化を促進した。ありがとうございます。